テンパ頭にひげ面で一年中真っ黒に日焼けしてた。小出先生はガキだった俺たちの前でハイライトぷかぷか授業中真っ青に吸ってて、俺はタバコの煙ばかりを口を開けて見てた。隣の町からマウンテンバイク漕いで毎朝毎朝やってきて、歩いて通う俺をまるで風のように追い抜いていった小出先生。絶対赤と黒のボーダーシャツとジャッジのズボン履いて、ボロボロだった青いリュックは多分今でも使っているよ。喧嘩をした後は必ずこういうのさ、お前たち目をつぶってまたお開けって。俺はいつもビクビクしながら薄目を開けていたけれど、思いっきり殴られて口の中の皮も剥けた。あの痛みを今でもちゃんと覚えているよ。小出先生元気でいますか。小出先生もう会えなくても今でも俺のボスだよ。廊下に落ちてた鉛筆を拾って缶に入れて集めていたっけ。給食が残った日にはタッパーに入れて持って帰り、もったいないが口癖だったな。帰りによく吹いてくれたハーモニカがまた聞きたいよ。お前喧嘩ばかりしてないでリコーダーで一曲ぐらい吹けるようになってみろって言って、放課後の教室でエーデルワイスを俺に教えてくれたんだ。探検に行くぞと裏山で俺たち引き連れて、草をかき分ける後ろ姿がまるで川口浩みたいだったな。小出先生元気でいますか。小出先生もう会えなくても今でも俺のボスだよ。あれから高校出てもやりたいことなんかなくて、仕事もしないでブラブラ街を歩いていたら、タバコの自販機のハイライトが太めに映り、不意に小出先生を思い出して、思わず買って吸ってみたら頭がクラクラして倒れそうに。ありがとうございます。小出先生子供の頃おばあちゃんの家に行くとおじさんの部屋に山と積まれた。プロレススーパースター列伝を狂ったように読んでいた俺、ドラム缶をベアハックするハンセン、東洋の神秘グレート歌舞伎、猪木を襲ったタイガージェットシーンに千の顔を持つミルマスカラス、最後の方のページに載ってた選手名鑑を何度も何度も読み返し、こいつとこいつならどっちが強い、いろんなことを妄想しながら一人ワクワクしてた。勉強もしないでプロレスばかりの俺を両
両親はいつも心配してた。これから俺の息子が何をしたって俺には何も言えないと今になって思うよ。学校に行けば掃除の時間いつも友達にヒップアタックしてた。それを小出先生にある日見つかって引っ叩かれた。巨人の腹やクロマキーよりも仮面のリーダーなんかよりあの頃俺が好きだったのはラッシャー木村や星中四郎。あれから随分時は流れて忘れていたけど噂で聞いたよ。プロレススーパースター列伝はデタラメな話ばかりだと。それでも俺は信じているんだよ。プロレスラーは本当は強いんですと UFC の勝利者インタビューで桜庭和志が言ってた言葉を。シーンとされてなんかどうしていいか分からなくなったんですよ。なんかありがとうございますけどなんかね、のしゃべる人最高ですよ、ね、今の瞬間でだけでもね今日来てよかったと思いました。来年もよろしくお願いします。